ラさん。ジャパンアフターズをからその誘ったのは江口真さんという、ね、方でしょ。でもその時に多分舞台でご一緒してたんですよね、片岡さんや。そうそうそう、だからあの片岡さんからもなんかこう自然なお誘いがあったっていう感じです、ね、それはあの新さんの一座じゃなくて、あ、江口さんの一座でお会いしたんですよね。江口さんの一座であって、それでやろうってこと、ジャパンスターズを。そうです、あの時は多分五郎さんからもお話いただいたような気がします。はい、江口さんじゃなくてね、江口さんと五郎さんが2人並んでたような気がするんです。私の記憶違いだったりですけど。そうそう、ネットで何かやるんですかみたいな、もうそこから始まりましたから。でその時は私も、まあ、五郎さんのアシスタントとして出してもらって、いや一番最初も2人でやってたんだね。確かに、そう、五郎さんとさせていただいたんですよ、うん、いくつも役やってたんじゃない、あんた。ああ、舞台の時ですか。そうそう、はい、先ほどから江口さんって言っているのは江口真さんって言って、柳川の観光大使ですよね。そうです、まあ、柳川といえば有名な北原白秋の生誕地でもありますけども、私はやっぱり町の活性化っていう話で聞いてますんですよ。でそこで服部さんやその荒井律子さんや出て、うん、わざわざそこのね、あの九州まで行ってやる、これがもうめちゃくちゃデタラメなね芝居でねなんか本当にいかがわしい ね、 そうですね、営業馬をやったりね、ちょっとねこうピーって放送禁止用語みたいなものも私が考えたんじゃない、台本に書いてあるんですよ。スバルでも割と三の線が多かったんですね、うん、私、うん、どうせ可愛い子や若い子はいっぱいいるから、うん、もうその時から昔からそうですよ、その隙間を縫ってなんとか出番はないかっていう時にこれは女優さんがまりやりたがらないの役 なるほど、なるほど、うん、でも私は女優さんというより役者でありたいとも思ってるの で、うん、でスバルでもそういうおぎばばみたいな役とかあったんですけど、江口さんはたくさんの人数は連れていけないですよね、うん、で一人で6役ぐらいやれば経費削減になるかなっていうずっと着替えて私の中ではどうしてもそのこの風情というかね、なんかあった時のそのもうマナーとかね、そういう関係から、私はちょっと行かないもんですから、あのお芝居にね、一応夫婦ですから、そういうのが行くとね、もうすごくやりにくいっていうのはすごくよくわかるんですよ、うん、だから私はもう出来上がったものを見るだけってんで、うちで撮ってもらうと、それを見ても一人でゲラゲラ笑っちゃってさ、でも嬉しい、ご飯いただいてるね、なんこの役はみたいなさ、いやでもね、柳川でね、うん、芝居を一緒にやらさせていただいて、でその帰りだよね、テレビやらないって言い始めたのね。あ、そうです、うん、そうそう、うん、最初ジャパンっていうのはやめようかなって言ってたんですけど、皆さんの立ち上がりからジャパンって名乗ってきて、このスタジオなんかもあの支援してくださったのはジャパンアクターズだからいいって言うんですよ。世界にこう向けてって、うん、世界にどこまで行くかね、まだまだこれからですけれど、でも世界で行った時にジャパンっていう名前をつけてるということの方がいいというようなことでね、世界に向けてやってるからね。そうなんですよ、グローバルに配信してるんですよね。そうです、10年ですって柳川のお芝居は。そうですね、ね、はい、で10周年、ね、10周年よ、うん、そういう柳川のお芝居に出る時っていうのは当然ご自分の公演がない時にちゃんとうまく、はい、今回もお出になるんですか。以上、江口さんからあのお話はいただいて、江口さんから来なければ、まあ、それは仕方がないんですけれども、一応10月にまた柳川でお芝居があって、あ、そうですか、で、はい、だから一応芝居の私たち観客から見ると意外性っていうのは楽しいわけですよね。そうですよね、うん、だからこの人が同じようにこう演じるだろうっていうのが楽しみで行くっていう場合もあるけれど、でもそうじゃなくて、え、この人こういう個性でやってたのがこんな面もあるっていうので共感をするっていうことがあるので、あの柳川はもうあの、ね、見る方も
結構お年を召してるシルバーの方多いから、分かりやすく、あの見た目で変化を見せていくっていうのはあるじゃないかしら。ダイナミックにこう見せないとつまらない、言葉の語りでね、泣かせるとか笑わせるっていうより、こうやってたらピンクの人着てさ、今度赤着てこうだとか、そういう方がもう分かりやすいかなっていう感じがしますよね。CM とかそういうので大体あの活躍をなさってる、ここ数年。 ありがたいことですね、ね、でも CM もあの普通のお母さんとかね、そういうのもちろんあるんですよ。で今だと何でしょう、このえお口にバイキンっていう、そう主婦の役もあれば、いきなりあの和服を着てね、ちょっとお菓子を持ってこれ美味しいのよなんて言ったりとか、まあギャーっていうのもありましたけど、まあ、CM の場合はもうほとんどオーディションですので、まあ、オーディションに受かれば出していただけるっていうことなんですけど、服部さんは普通 の、あの主婦の方、ちゃんとした、その人があれちょっとおかしくないっていうのがすごくおかしいと、またそれまたもっと濃いキャラの方がいるんですけど、皆さんこれおいしいのよっていうふうになって、どうしたんだろうあの人っていう。片岡五郎さんは芝居の先輩として真面目に、服部さんとのお付き合いも長いわけですけど、どんな印象を持たれていますか。もうお芝居は上手いし、美人だし、恥ずかしくなりますね。あのお芝居を見に行かせていただいた時、なんか、お人形さん、あぬいぐるみ作家でちょっとパフォーマンスをやった役の時に伺った時に、なんかあの自分でお人形を作る、あのその時はぬいぐるみの作家の役で、私手先不器用なんですね。でぬいぐるみも一体も持ってなかったので、その役は、まあ、天才的なぬいぐるみ作家の役だったので、慌ててぬいぐるみ教室に行ってきました。そうなんですよね。で本当にあの型紙があるようなぬいぐるみなんですけど、作ってるうちに可愛くなって、気がついたら5つか6つぐらい作っていて、例えばその目を入れる時はどうするのかとか、どういう道具を使うのかとか、そういうのが分かるので、でそれをもとにそのコンテンポラリーダンサーの方が振り付けをしてくださったんですよ。じゃあ本当はあの例えば綺麗な馬を作った時、目打ちとかいろいろいいのかな、目をこうあの穴を開けて入れるんだけど、それじゃつまらないから、本当の大きい馬が出てきたって想定して大きい道具でバッと目を入れるっていう、そういうパフォーマンスをこう作ってくださったんですよね。不器用なのでもう慌てて勉強しに行くことも多いです。でもやっぱりその役が決まって、その役の上でただこうやるパフォーマンスじゃなくて、なんだろう、心とか魂とかを受け止めることを習いに行くってことなんでしょうかね。そうですね。ぬいぐるみ好きな人ってどういう人がいらっしゃるのかなとか、まずそこから、そうすると男性の方もいらしてね、でそこで女性の方と少し仲良くなって、何回かお食事に行ったり、お花を見に来てくださったんですけど、ぬいぐるみ作ってる時に心が安らぐ人がいたりとか、あの孫が喜ぶからとか、やっぱり何かあるんですよね、ドラマがね。そうなんですよ。だからやっぱりもちろんその所作とかを習いに行くのだけでなくて、普段やっぱりあの役者ばっかり接してることが多いので、そうじゃない方とのお話も楽しいんですよね。お食事なんか行ったりすると、まだもうおっしゃったように、その人の心を受け止めるというか、それはあのすぐにお芝居になんかこう反映することではないし、別にぬいぐるみ教室に行ったからその役をうまく演じられるというわけではないんですけど、無駄なことの一つかもしれないけれど、何かをやっぱり自分の心の中にこう一つ加えたいと言いますか、ぜひともやってもらいたい役とかありますか。そうですね、日本のお芝居ではないんですけど、まあ、シェイクスピアの中のいくつかを、でも日本人の生活感と日本的要素を取り入れてやってみたいと思うんです。着物を着てやるっていうことではなくて、なんか西洋のお芝居だからもちろんダメなんですよ、自分に引き付けすぎてもいけないし、あんまり正体臭くやってもいけないんだけど、もう少し日本人として培ったものを、そのやっぱりシェイクスピアなんかにちゃんとあの入れ込みたいっていうのがあるんですね。でもその上で言われてるように、やっぱりそういう正しいと言われます、まあ、そのセリフを話すための様式美っていうのは絶対あるし、でそれを絶対両立させる方法はないかなと思ってるんです。ギリシャ演劇からね、セールスウーマンのそうですね、ね、ブレブレのお姉さんとかって、でもある意味役者冥利だね。そうですね、
あのお姫残念ながらお姫様女優ではなかったので、いろんなものをやるっていうか、やらざるを得ないって思うのか、私はなんかそれが楽しくって未だに。今度の役でもね、そのマクベスっていう役を、マクベス作品を取り上げて、大体皆さんマクベス夫人とか、あのマクベス夫人の次女だったりとかね、素敵な役があるんですけど、私はあの荒野でうごめいてる魔女の役をせつかったって。でしかも魔女っていうのはもう男でもないし女でもないしみたいな役なんですって。あの占う人ですよね。そうなんですよ、呪いをかける役なんですけど、はい、でもまたそういうのに私をこう思い浮かべてくれたってことが嬉しいですよね。まあ俳優は本当にあのそういう配役権のキャスティングの人に顔を思い浮かべてもらうのが嬉しい職業でもあるので。あの大学をお出になったっておっしゃったけれど、高学歴の人多いですもんね、俳優さんの。その本当に何々座って属してる人って昔から、いや東大の方とか ね、結構そういう方結構多いですよね。早稲田とかね、研究熱心ですし、戯曲の、その読解力が、そう読解力ですね、結局はね。あの片岡さんはどこの大学でございますか？ね、私だって大学出てますよ。出てますから、教養を身につけて、勉強していくっていうのは一生ものですから、これからの女優さんとしてのお行き語りとしては何かこう今一番思うのはその変化を楽しむと言いますか、やっぱりあのこれまで培ってきたものって割と固定してきたものも多いんですけど、今またあの、まあ、時代も令和になった時に本当にふっと思ったんだけど、例えばお芝居一つの解釈にしても随分なんか自分があって気がつくことが最近多いんですね。本当にそうなんです、まあ、それは例えばあの自分の体力がそれ30代とか40代に比べれば今、やっぱりだいぶ衰えた時に、衰えたのと引き換えに気がつくこととかが結構あって、わかります、わかります。それがお芝居にやっぱり生かすかどうかは、まあ、私の努力と本当にその何か気づいた時のやっぱりあの鋭い感性みたいなものが、そこはやっぱり衰えないように頑張りたいと思います。さあそろそろ、締めを、ね、ですから今おっしゃったようにこれからの変化を楽しんでいただきたいとあのおっしゃってますけど、国際魅力学会の会長として私が思うのは、もっともっと伸びる方、もっともっと花が開いていく方、それバーッと開いちゃったけどちっちゃい人もいればね、ちっちゃそのまんま終わっちゃう人もいるんだけど、でも しっかりこうなんていうんですか、固めてきた、それをあのご紹介したかった、こういうわけでございます。ありがとうございました。グラサン。